今日はですね、2017年6月の9日、捨て頃の前日です。昼の12時26分です。よろしくお願いします。まさん、こんにちは。よろしくです。はい、おはよう。よろしく、今日も。おはようございます。昨日お酒、いや頭痛かったよ、起きた時。残ってた。お酒が残ってるか残ってないかで言ったら残ってます。残ってます。頭痛い。ステッカーできたよ。昨日の夜中、ステッカー屋さん寄って、ちょっと打ち合わせしようと思ったら、あ、もうできてますよって言われた。完成しました。タバコ取ってくる。あ、久々飲んだね。ステッカー、なかなか、いや、まあ、なかなかいい出来ですね。ステッカー新作が。はい、ミカちゃんいらっしゃい。これです。こちらが新しいステッカー、新作のステッカーです。完成しました。まあ、シンプルでかっこいいんじゃないでしょうか。どうでしょう。ぜひ、お買い求めください。捨て頃の会場で。お願いします。お、アリスはいらっしゃい。はい。なので、今回2種類のステッカーを販売します。この2つ、2種類販売します。よろしくお願いします。この2種類ですね、ステッカーの種類は。こっちとこっちです。よろしくです。いい感じでしょ？うん。まあ、選べるのがいいよね。どっちも買ってもいいだろうし、どっちにしようかなって選んでください。これが新作ステッカーです。よろしくです。そう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 。売るっていうか別に売り込まなくていいから。もう本当に立ってて、これいくらですかとか言われたら1000円ですって言って、買いたい人だけありがとうございますって言って買ってくれたら。うん、まあまあ、硬いものに貼ったら、スマホにも貼れるし、iPhone にも貼れるし、このサイズだったら。俺はギターに貼ってるけどね。硬いものに貼るのがおすすめです。おい、フリーランサー、ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。デザインはちょっと、こっちの方は、トレーディングカード風のイメージで作ったから、ちょっと、あれだけど、こっちはね。こっちはデザイン、まあ、なんか貼ってもね、バンドマンとかに受けそうな感じはするよね。いいと思うよ。まあまあいいデザインだよね。いいデザインだよ。グッズ販売何時だろう？最後までやってると思うよ。会場が空いてる時に。だから早めに来て、もう会場に入ったら売ってるから、まあ試合終わっても多分少し売ってる販売の時間あるから、休憩中とかも買えるし、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。
売れたら嬉しいな。ちょっと高いけどね。はい、こんにちは。でも、次回からはこのトレーディングカードシリーズで、ね、ナンバリング今回1捨て頃っていうタイトルになってるんですよ。捨て頃って入ってる。これシリーズ化していくから、企画とかがあるたんびにこのデザインで写真と名前が変わる、セリフが変わるって。基本デザインこれですね、テンプレート。昨日2時まで飲んでたね。勝さんはどつ？これでいきます。10時20分販売はな、どこ情報それ。夜の、あ、ありえないよ、それ。うん。まあね、まあ俺好きな人しか買わないだろうし。うん。ちょっと高いんですけど、高級感ある仕上がりになってるんで、光沢感のあるキラキラのサテンの生地なんで、まあいいと思います。デザインも悪くないでしょ。うん、ぜひよろしくお願いします。ありがとう。フリーザさん花火ありがとう。ありがとう。ワドちゃんが送ってくれたやつ ?10 時40分までってこと。までってこと。10時20分までってことかな。まあそれくらいなんじゃない。俺さ、のんちゃんこれこのチケット来ないんだったら、これうなちゃんマンに来てもらいたいんだけど、どう思うみんな。これ SS 席なんだよ、一般席じゃなくて。一般席じゃなくて、これ SS 席なんだけど、さ、もうのんちゃん来ないんだったら、これうなちゃんマンに招待したいんだけど、どう思う？あ、会場入り一応プライベートだから。これでうなちゃんマン招待したくない？これ。呼びたいよね。でも、のんちゃんのだから、のんちゃんがもう来ないのかどうか確約が欲しいんだよね。俺からすると。SS 席、一般席じゃないから招待したいよね。使ってもらいたいよね。来ないんだったらね。こういうさ、来ないなら来ないで自分で処理してほしいんだけど、なんで俺の机に置くんだろう。さんま来ないか。うん。じゃあ、しょうがないね。別れたよ。別れた、別れた。別れたけど、その、なんか気分悪いじゃん。俺来てくれるの楽しみにしてたから、すごい。彼女を前で戦いたいと思ってなんかモチベーションだったから。金銭が絡んでくるから勝手に売らない方が良くない？彼女から別れを告げられたから今回はガチだろうね。ワイルドクソ G でいらっしゃい。試合終了に選手が物販ブースに並ぶ時間帯が22時以降って話かと。ワドツ。あ、そうなんだ。まあ俺あんまり考えないで。もう当日の流れに身を任せようと思ってスタッフさんの言う通り動くよ。タイムスケジュールとか俺わかんない。なんか送られてきてるけど、あんまそういうの考えると頭痛くなるから。苦手だからさ、俺は。たくみさんおはよう。目は通してるよ。だけど、もう、なんだろう、選手としてのプレッシャーがあるから、他のこと今考えたくないんだよ。もう、恋愛のことも。何も。明日頑張ります。直卓さんどうもです。チケットどうすればいいんだろう。会場にパンフレット販売されてると思うよ。便所さんがツイッターでパンフレット用意したって、販売するのか配るのかはわかんないから。だから、そういう、
のは俺に聞かないでほしい。俺本当に何にもわかんないから。リスナーさんと同じ情報量ぐらい。だから選手として、こうルールであったりとか、その物販のやつとかは送られてきてるけど、あんまり俺に聞かれてもわかんない。そういう催しも。俺が用意してる、俺が告知できるのは、まあ、ステッカー販売しますよっていう。ステッカー販売。2種類用意。あ、ちょっと待って。便所さんだ。あ、おはようございます。お疲れ様です。そうです。ワードです。あー、めっちゃありがたいです。リスナーさんから、まず物販が、何時までなのかっていう質問がありました。なるほど。じゃあ、物販はずっとやってるんで、イベント中は。了解です。じゃあ、あとの質問は、パンフレットは有料なのか無料なのかっていう。わかりました。じゃあ、ステゴロ公式で、あとグッズがどんなのが、いくらで売られてるのかとかは。ありがとうございます。バッチリです。他にリスナーさん質問あります？なければ。今日も朝枠やってましたよ。今からステゴロ会場向かうみたいな。わ かんないですけど。明日ですよね。大丈夫そうですね。質問なさそうです。今日ゆっくりしますね。今日は飲まないです。絶対。そうですね。あと、またもう一回整体行こうかなと思っていて。あ、すごいいいの見つけたんですよ、歌舞伎町で。開放。開放の後に、行ったんですよ、ちゃんとさ。開放、もう入院しました。今、精神病院2週間入院してます、今。マジです、マジです。で、結局、まあ、面白かったですね。で、その後、海宝に、もう肩の凝りがひどくなったから支援してくれって言ったら、いいよって二人で行こうって言って。で、普通に二人で整体行きました。よろしくお願いします。失礼します。ということです、皆さん。便所太郎さんでした。僕の販売はステッカーのみですね。ステッカーのみ。ステッカー買っていただいた方には無料特典で、写真、写メ、無料で付けますので、写真撮りたいなと思った人はぜひ、よろしくお願いします。毎度。どうよ。みんなはどっちが好き？お、ありがとう。わー、アリス、花火ありがとう。とんでもない、とんでもない。え？声聞こえてなかった？なんで言ってくんないの、早く。え、声、あ、嘘。声聞こえてなかったの？全部説明してくれたんだよ、今。マジか、今聞こえてる？音。マジかよ。なんで早く教えてくんないのよ。便所太郎さんから電話かかってきたんだよ、今。で、全部説明してくれたんだよ。パンフレットのこととか、販売グッズとか。便所太郎さん、3分ぐらいトークしてくれたんだよ、今。嘘、聞こえてなかったの？みんなに。なんで言ってくんないのよ。なんで言ってくんないの？俺がただ普通に便所さんと電話しただけじゃん。それって。ただ普通に仲良く、なんか明日よろしくみたいな感じ。なんだよ。なんで言ってくんないの？声聞こえないよって。明らかにそういうトークだったじゃん。想像？意味ねえだろ、もういいわ、じゃあ。もうめんどくさいわ。少し聞こえてたの？もういい。今音楽聞こえてる？これ。これ聞こえてる？
なんだよ、言ってよ、みんな。アマチュアかよ。いや、もともと入院する予定だったらしいよ。精神病院。音楽 OK。 あ、じゃあ、もういいや。うん、まあいいや。いろいろやります。はい。いろいろやるんで、楽しみにしてる。会場行ったらわかるから。パンフレット無料で配られるって。そうだよ。もう。俺の失敗はリスナーの失敗だから。俺の成功は俺の成功。リスナーの成功は俺の成功。俺の失敗はリスナーの失敗だから。そうだよ。はい、皆さんおはようございます。っていうか、SS 席の、これ最前列じゃないのかな？これもったいなくね？マジで。どうすんのこれ。何席目って書いてある？ 2 列目だって、リングから。え、超良くない？この席。リング目の前だよ。え、もったいないんだけど。リングから 2列目だよ。お迎え誰が？ ありがとう、弁当太郎さん。要はイベント中はグッズは買えるそうです。僕の物販はステッカー2種類ですね。もったいないよね。てか俺はなんか別れる別れないに関係なく見てほしいっていう気持ちはあったけどな。のんちゃんに。なんかすごい、なえる。うん。いやでも俺の所有物じゃないからこれは。てかのんちゃんに正直見てもらいたいっていう部分はあった。なんかこういうのってすごく良くないよ。うん。公式グッズ、ステッカー2枚セット1000円。うちは、500円、ポスター1000円、T シャツ5000円。T シャツ俺も欲しいけどな。リスナーにこじろ。T シャツ買ってって。誰か会場に和道リスナーって言わない方がいいよ。私和道リスナーですって。T シャツ買ってってこじられるから。僕の物販は、ミュールです。よろしく。北川景子にのミュールです。耳の裏が北川景子にそっくりなの。この辺が。この辺が北川景子にそっくりなミュールが物販を担当するんで。間違いないでね。北川景子さんですかって。耳の裏がそっくりだから、ほんと。いやー、参ったね、ほんとに。美人だよ、ほんとに。いや、耳の裏北川景子にそっくりでしょ。あ、合計100枚限定。まあ、なんか売れそうですよね。うん、俺も T シャツ作りたかったな。 T シャツすごい作りたかった。北川景子の耳の裏見たことないんだ。俺も見たことないから一緒だね。俺も見たことないけど、うん。俺も見たことないね。初見さんいらっしゃい。もこゆきさん。よろしくお願いします。物販ブースで見れますね。ステッカーを買いに行きます。ぜひぜひ。マチルダ、よろしく。ステッカー。どっちの方が売れるかな？みんな的にはさ、新バージョンと黒と赤どっちが買いたい？みんな的には黒と赤どっちが売れるっていうか、どっちが買いたい感じ。両方。赤と黒、うん、赤と黒。2種類ある。黒だ。こっち側が好きなんだ。こっち側が黒、うん、アプリちゃんありがとう。あ、黒なの。え、ステゴロ限定ステッカー作った意味なくね、これ。マジで。こっちの方が良かった。え、全員黒。え、ちょっと待って、めちゃめちゃ苦労したんだけど、これね、赤、あ、やばいな、これ。赤字か？
赤を苦労して作ったのに赤字かな。和道が、彼女が出ていた和道にぴったりな音楽 LINE しました。はい、了解です。え、それってあの、著作権版になる音楽かな？ベンジョーさん、著作権版になる？これ、うん。あ、ダメダメダメ。著作権、俺、YouTube でお小遣い稼いでるから、チェッカーズに訴えられる。チェッカーズの音楽送られてきたけど流せないよ、うん。両方買ってくれんの？ありがとう、うん。赤も10枚。あ、ありがとう。セット売りとかないから、うちは。割引とかないから。もうぼったくりだから。もう言ってるから、最初から。俺はぼったくりだって。録画 YouTube？ あげるからか。そうなんですよ。だから、著作権かかる音楽がかかると、嫌なんですよ、僕。そうなんです。それがあるんですよ、僕。コンプライアンスに縛られてるんで、僕。YouTube のコンプライアンスに縛られてます。試合か。今、バンテージとユニフォーム選択してるところ。曲名はルームっていう曲だったね。チェッカーズのルームっていう曲だった。聞いたことない。セコンドロハコさんだよ。俺のセコンドロハコさん。はい、ワドツー。昨日、ハルさんと初絡みできたのと、ミーちゃんと初絡みできたのと、サスケと初絡み。あと、木村ラジオさん。うん、面白かった。はい、ワドツー。やっぱあれだね、飲んでラーメン食ったから太ったね。今日目覚めがムチッとしてる。むくんでんのかな。まあ明日バーって汗流すから、多分大丈夫だと思うけど。かけながら、表立って応援してください。あの、みんな言うんですよ。かけながら応援してるからって。だから叩かれるんだって。コメントで応援しろよ、お前ら。うん、なんで俺のリスナーみんなシャイなんだよ。ロム線なんだよ。他の放送で叩かれまくってるから。なんか、レクチー一人で頑張れ、ワドーって書いて。かわいそうになるよ。もっとみんなで書こうよ。いや、ワドーはこう見えて頑張ってるんだよ、とか。ワドーの放送見てみてよって。こいつ結構こういうやつだからとか、フォローが一つもないんだよ。叩かれたら叩かれっぱなしだから。影じゃなくて表で、もっとグイグイ行こう。影ながらじゃなくてもっと表で応援しよう。配信だから。打ち気か。いや、俺、実は、インローを覚えたの、ワイルドクソジジイから教えてもらったんですよ。そう。ワイルドクソジジイが教えてくれたの、ずっと。だから、俺ね、あの、左足のインロー、今メインの、蹴り技ではメインの技になってるけど、実はね、ワイルドクソジジイ、直伝なんだよね。足の具合はね、もうダメです。一発蹴られたら終わりっす。前日流した方がいいの？キッカさん。本当に？今日汗流した方がいいの？うん、まだね、あの、完成には至らなかったけど、十分、牽制で使えるようにはなった。ワイルドクソジジイのインローめちゃめちゃ効くかんね、あれ。うん。今朝たまたま見た配信者がワドちゃんのロム戦だった。コメント打てや。うん。ロム戦多すぎるわ。うん。足は、キネシオっていう伸縮するテーピング変えたら買ってもらっておいで。キネシオっすか？いや、もうテーピングなしでいきますね、僕。なんか、あの、アスペなんで、素材感とか気になるんですよ、僕。肌質に合うかどうかとか。だから多分そっちが気になるから、もう何も考えないで出る。もう。ただ蹴られたら終わり。うん、痛み消えるとは思うんですけど、足が曲がらないんですよ。だからどうなるかわかんない。当日になってみないと。ただもう、ここ、桃缶蹴られたらアウト。それだけ覚えておいてもらえれば。ワイルドクソジジイは、
とは誰よ。今コメント打ってくれてるんだけど、あの、旅先で、ヒカルくんのリスナーさんで、便所太郎さんともお付き合いがあるリスナーさんで、で、こう、ヒカルくんの家にリアトツに来て、で、まあ、整体のマッサージとかをしてもらって、で、格闘技にも、ちょっと自己流で上手い人だから、蹴りがすごい多彩な人で、で、蹴りをずっと教えてもらった。試合前に壊された。まあ、カットしかないですね。確実にカットで行くしかないと思ってる、俺も。ただまあ入ったら終わりだね。もう正直言うと。左足はもうダメです、僕。いや、痛くない風でって言うけど、痛いから。会長とは別の人。会長は金前のセコンドさん。痛み止めの注射いいよ。プロじゃねえんだから。まあでも弱点あった方がいいんじゃん。ヤジが飛ぶんで。ああって左足狙えとか、左足蹴っちゃえって。テレちゃんみ右行けとかなるじゃん。いいよ。もうこの足はぶっ壊れてるから。真っ黒だよ。真っ黒。真っ黒。蹴られるよりローキックガンガン蹴って勝ってほしい。そうっすね。僕も蹴りは行きたいですね。せっかく覚えた技なんで。ロキソニンで痛み止めしときゃなんとかな。ああ、いやまああんま考えてないっすよ。まあそれでダメだったらそこまでの選手だったんで。いいよいいよ。気になるから。うん、いい。痛いもんは痛いんだよ。今日までに治るかなとは思ったけど。でも蹴られた瞬間ぶり返すよ。ローカット失敗したら笑っていいよ、みんな。あ、ワドを死んだわ、つって。でも、あれだからな。1ラウンド1回以上倒れたらもうアウトだからな。俺はもうダウンは1回もしない覚悟で行くけど。いや、そういうのプレッシャーになるからコメントキッカー書いちゃダメよ。ダメダメ。みんなナーバスになってるし、試合のこと集中したいのに、なんか DM でいっぱい来るよ。なんかお前リングに立てると思うなよとか、花道歩けると思うなよとか、すげえ来るの。もうね、嫌がらせがすごい。もうスピリチュアル攻撃をしてくるから、スピリチュアル攻撃を。ただの犯罪予告だからね。参っちゃうよ、本当に。ロアコさん見たことあんの？結局、金梅と光は出るんだね。直前でのあの騒ぎいらないわ。まあ、本人たちちょっと反省してたよ。本人たちはちょっと反省してる気はあったよ。ロハコさんは腹巻き、巻きますか？いやいや、全然そういうネタ的なものは一切用意してない。そんな余裕ない、精神的に。入場で面白いことやるとか、そういうの一切やらない。そんな余裕ないです、僕には。ない。ありがとう、チョッパー桜、ありがとう。まあ明日で解放されるからね、この苦しみは。
プリン30個、プリン30個じゃない、風船30個ありがとう。パフェありがとう。ミュールパフェありがとう。ありがとう、みんな。スタミナもねえしな。っていうかさ、俺さ、動画ツイッターにリツイートしたんだけど、セブンさんのフック良くない？あれ。フォームがどうとかじゃないよ。あの、打ち方がどうとかも抜きにして、結構威力あるぜ、あれ。いい右フック持ってるね。もうびっくりしたよ。あれ、もろ入ったら、もう、脳揺れるぞ。見た？ツイッター。セブンさんの右フック。あれ、コンパクトでめちゃめちゃいいパンチ持ってて。ああ、本気だわ、と思って。あれ、良かったっすよ。右フック。ツイッターに上げてあるんで、セブンさんのね、アンパンマンパンチでやらないから、あれ全然使えないから。あのパンチだけだよ、俺、達彦さんがダメだと思う。あと、ノーガード。ついに明日だね、シネルさん。あれは入ったらやばいよ、ちょっと。スティンガーラビットさん、パフェありがとう。軽く運動した方がいいかな、今日。うん、東北ゴリラさんいらっしゃい。軽く運動しようか、じゃあ。軽く汗流そうか。俺ノーモーションないよ。めちゃめちゃテレフォンって言われてるよ。あのフックいいよね。でも俺は信じてる。ノーガードとアンパンマンパンチ。あのさ、俺が打たれ弱いの知ってるでしょ、達彦さん。俺が打たれ弱いの知ってる、なんでノーガードなの。あのさ、しかも解説枠で、解説枠さっきお風呂入りながら見てたんだけど、基礎をしっかり、和道さんはガードを上げてジャブを打てば勝てますよって言ってたけど、ノーガードとアンパンマンパンチってお前全然じゃん。あ、のんちゃんいらっしゃい。ワードツ。ね、のんちゃん。ちょっと今電話してもいい？聞きたいことがあるんだよ、のんちゃん。ワードは遠征に基礎を貫けばワンチャンある。なんでそういう言い方なの？なんでさ、負ける前提コメントなの？あのさ、あの、テルチャンピンがスパーに来るまではワドが勝つみたいな流れだったじゃん。もうワド絶対勝ったわ、テル死んだわみたいな流れだったのに、テルのちょっと反射神経見たら、もうお前らほんと手のひら返すの早いよな。ワド、お前は頑張ったよ、みたいな。なんで過去形なんだよ。まだ試合前だわ。お前ら気持ち弱いのか。いや、緊張してるよ。手のひら返しすぎて手首痛い。それ手首痛の手のひら返しすぎたからでしょ。本当に。うん、和道さん勝てる、大丈夫だ。のんちゃん LINE 見たよ。なんて言えばいいんだろう。まあ頑張るわ。頑張るわ。まあみんなが笑ってくれたら。いや、あれは無意識でやってたんで、あの、今からサウスポー意識するとダメだと思ってるんで、もう自分信じて、
もう今までの練習信じて、何にも考えないでリングに冷静に上がろうと思ってます。もう自分信じます。3ヶ月。グデ玉ありがとう、ワドツ。今考えると、もう緊張の種にしかならないから、もうそれを全部捨てて、もう本能で戦おうと思ってる。もうそのために練習してきたんだと思ってて。で、そこで練習してきたことが出せなかったら、それは俺が練習が足りなかったし、もしそれが出たら、もう自分の元々の考えが正しかったっていう。今、あがく時期じゃないから、もう何か戦略を立てるとかじゃなくて、もう自分を信じます、僕は。画面に掲げるために大花火が上がる。まあね、メダルは欲しいですね。それは正直ですよ。冷静な時ワドはガードも上がってるし、隙が少ない。だからね、ほんとね、自分と戦いたいですよね。これほんとに多分、みんな多分ファイターの人は思ってるかもしれないけど、ヒカルくんとかにやられて嫌なこと、ベンジョさんにやられて嫌なこと、タチオヒコに行ってやられて嫌なこといっぱいあるんですよ、ドレさんとかに。でも、自分がどうなってるかはわからないんですよ。自分が。ビリーさんいらっしゃい。だから、なんていうのかな。自分が相手にどういうプレッシャーかけてるのか、どういう隙を与えてるのかっていうのは、もう動画でしか見れないかったと思ったよ。一生懸命っていうか、まあ、まあ、俺がリングに上がるのもしかしたら人生最初で最後かもしれないから、なんだろう。まあ、おそらく最後になるかもしれないし、まずリングに上がるっていうのが、ね、配信者でそんな経験がないわけじゃん。興行で。だから、俺はリングを楽しもうと思ってるね。俺の性格の悪さ知ってるでしょ、俺のリスナーだったら。俺の性格の悪さ知ってるでしょ。いやー、便所さんも悪いっすね。わかります。大丈夫でしょう。獣の本能が出るのは多分ね、最後の最後だと思うよ。獣の本能との戦いなんだよ、秘密基地。本当に獣の本能って実はあんまり良くないの。もう最後の最後、スタミナも切れて、どうしようもない時に振り出す最後の一手なんだよ。最初から獣剥き出しはダメだよ。なんでかって言ったら、だったらジャブ覚える必要ないんだもん。だったらワンツーとか、ローキックとか、ガードとかと、これ本能じゃ絶対やらないから。本能だったらブン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 思いっきりガッツで行くでしょ。だったら練習した意味ないよ。違うんだよ。もう技術もダメだ、体力もダメだ、ヘロヘロになった時に、多分もう人間としての理性を全部失った時に出すのが本能なんだよ。最後の最後の一手、要は玉砕だよね、うん、こんにちは、アタン頑張れよ。のみっちありがとう。根は平和主義だからそのままでいいぞ。そうだね、暴力は反対っすね。頑張れよ、にゃんこやむさん、ありがとう。だから、もちろん、本能大事だし、気持ちは大事なんだけど、すごく熱くなりやすいの。自分自身が。だから、そこは、弁護士さんに教わった、体は熱く、頭は冷たく、クレバー。ニトロブースト。ニトロブーストって呼ばれてるんですか、あれ。あんまりスパーリングの内容覚えてないんだよね。動画で見て、客観的に見て、あ、こんなことやってたんだと思うけど、声も聞こえてないですよね、あんまり。聞こえてるんだろうけど。集中しすぎちゃって。
明日物販渡したけ。そうだよ、ありがとう。市川のミッチーさん、花火ありがとう。ありがとう、験担ぎありがとう。でもなんか本当にその同じ境遇の人になんか俺もなんか頑張ろうとか、なんか何かこう思いがこう涙でも怒りでも笑いでも何でもいいから、そういう姿勢したいね。技術とかプロ見たらいいわけだ。だけどそうじゃなくて、おっさんが頑張ったとか、なんかを残したい。忘れられない何かを残したい。チケットは当日券しかないね、あーたん。これはね、なんかね、複雑な気持ちなんだよ。彼女からこれあげるよって今言われたんだけど、俺は、なんだろう。俺は正直言うと、このチケットはのんちゃんに来てほしいと思ってて、別れちゃったけど、さよならしちゃったけど、俺、彼女の笑顔が見たくて頑張ってきたんだよ。だから、すごく残念なのね。俺の手元にこのチケットがあるのは。だからごめんね。チケット1枚あるんだけど、俺の手元に。これはね、誰かに売るとか譲るとかって、そういう気分になれないんだ。だから、来てほしいと思ってるから、俺は彼女に。元彼女にね。いや、ミュールが OK してくれたから、お願い、キャンセルしたよ。いや、気負いすぎる。あー、マリモさん、花火ここありがとう。マリモちゃん、いつもありがとう。グレート花火ありがとう。だから、なんだろう、ごめん。チケットあるんだけど、ちょっと、俺から、なんかこう、譲る感じ。まあ、配信は見るって言ってくれてるんですけど、やっぱり生で見てほしかったし、何のために、その殺し合いするんだろうっていう風になってるんで、彼女に見てもらいたかったですね。別に別れたことは別れたでいいから。なんか3ヶ月間バカみたいに一緒に走ってくれたし、ちょっと悲しいですね。僕は別に別れるは別れるでいいけど、彼女には見てほしいと思ってる。当日チケットは便所太郎さんに問い合わせてください。僕はプロモーターじゃないんで、空きの座席とかは全く把握してないです。便所太郎さんに今いるから聞いてみなよ。うちは別にリプライ禁止してないから。俺に聞かれてもちょっと困っちゃうかな。ね、なんか努力が勝つっていう言い方をしてくれる人がいるんだけど、俺はそうじゃないと思ってて、だんだん分かってきたんだよ。この一週間怖くてずっと考えてきたんだけど、生き様なんだよ、多分。生き方が出るだけなの。努力が裏切るかどうかじゃなくて、努力をする人間なのかしない人間なのかとかさ、もともと強い人間なのか弱い人間なのかだと思ってて、俺はその努力が売りじゃないし、努力をしたつもりはないのよ。そうじゃなくて、今まで生きてきた全部がそのたった9分間の中に凝縮されるだけだと思ってんの。俺の32年が勝つか、テレチャンピンの24年か24だっけ25年かなが勝つかなんだよ。ただそれだけなの。生き方なんだよ。だからテルはさ、練習してないかもしれないけど、喧嘩の経験もあるし、スポーツの経験、スポーツを一生懸命やってきたからスタミナあるわけだし。でしょ？バネ、だからバネがあるわけだし。だからね、実はこの3ヶ月で測らない方がいいと思う。多分生きてきたものすべてが9分間に詰まるんだと思う。だったらお前見るなよ、馬バカ。帰れ。俺の放送向いてない、お前は。お前に俺の放送見る資格ない。明日夜勤明けですぐ寝てみますわ。いいよ、いいよ、別に。録画でも。ありがとう。気持ちが嬉しい、買ってほしいっていう。のんちゃんには生で見てもらいたいね。それが俺の正直な気持ちだよ。赤ステッカーの文字はリスナーさんとこう考えてこうなりました。右側にセリフ、あ、マリモ大花火ありがとう。ありがとう。仕事頑張って。ありがとう。ここにはこういうセリフを入れました。ピントが合わない。
俺が一番才能のない選手だからこそ勝てるっていうセリフを言えました。俺が一番才能のない選手だからこそ勝てるっていう。で、下の解説の方には、配信者格闘技祭捨て頃に出場する和道、果たして和道はテルチャンピオンに勝つことができるのか、こういうデザインにしました。お前ブロックな。前半は謙遜しすぎ、後半 OK だからこそ勝てる。いや、才能のない選手だと思うよ。一番才能のないのは俺だと思う。ありがとう船虫、ありがとう。俺は才能は一番ないけど、でもやっぱりそのなんだろう、動画を見ていく中でまだまだ弱いし全然ダメな部分ばっかりだけど、それでもパンチ力は上がったし、スピードも上がったし、フォームもね、変わったし、ズブのド素人ではなくなったかなとは思う。ズブズブのド素人じゃなくて、まあ、ちょっと習ったことあるのかなぐらいにはなったのかなっていう。3ヶ月間ぐらいちょっとやってたのぐらい。うまくもないし、強くもないけど、ズブズブの素人ではなくなったと思う。才能、何かで才能を感じた。格闘技に関しては才能は感じてないかな。うん。明日の試合はですね、開演が19時からになってます。よろしくお願いします。勝井島津さん。明日ですね。和道の試合が一番楽しみ。ありがとう。頑張るね。才能を感じるか、ないね。やっぱりその見てて思う、それは。あ、もちろん俺はあれで、あのメンタルは一番強いのは俺だと思ってるから、全選手の中で。ああ、そういう感じだったんだ。そういうことか、あった。まあでも、今更用意しようっていうのは無理だよね。例えば、安室奈美恵のチケット今日手に入んないかな、ダフ屋来ないかなって友達が言い出しても、それ準備不足だから。そうそう、勝ったらね、勝ったらでいいから花火1個みんなから欲しいって言ってんの。勝ったら、奇跡が起こったら、俺は奇跡起こすから、そしたら花火ちょうだいって。小学生でも1000円ぐらい出せるでしょって。俺3ヶ月間命かけるからって、3ヶ月間全部出すから、もし勝ったら1000円払ってよって、それはお願いしてる。文化系っぽい。そう、負けたらいらないっつってるから。負けたら、敗者にその金を渡すっていうのは良くないから、その代わり勝ったら頼むよってお願いしてるね。みんな1000円頼むって。アンチとか囲いとか関係なく、そこは俺は見せるからって。あ、全然全然嬉しいよ。キッカーありがとう、ありがとう。プレッシャーかけたね。ありがとう。負けたら何、負けたら飴、飴って何。でもまあ正直今語ってても意味なくて、こんなのは全然意味なくて、あの勝つか負けるかっていうのはリングで明日もう決まることなんだよ。それが全てだと思ってる俺は。明日勝ったらチヤホヤされるでしょ。あの俺は勝つと思ってたっていうコメントに溢れるんだよ。お前俺のリスナーじゃねえだろっていうやつからもいっぱい来るんだよ。応援してましたとか、ふざけんなよって感じだよ。
で、負けたらもう、わけのわかんない、俺の放送見たこともないやつが叩きに来るんだよ。アリス花火ありがとう。ユータンありがとう。闘争心ないわけじゃないから、キッカー。そこは察してほしい。俺なりも悩んでるんだよ。いろいろあるんだよ、俺も。だから、そこは信じてほしいかな、普通に。俺も毎日毎日、この2週間ぐらい寝れないで戦ってるのよ、いろんなことで。だから、そこは見守ってほしいかもしれない。闘争心がないわけじゃないから。2万で買ったので1枚売ってって言われましたが、さすがに無理って言った。それは無理でしょ。うん。だから本番の俺を信じて。本番でダメだったら見切っていいから。こいつ持ってないわ。こいつヘタレだわでいいよ。でも、本番の俺を見てほしい。それが全てだから。勝負どころで動けなかったら全く意味ないんだから。俺は今その勝負のところに全部ぶつけるために今すごい戦ってるから。本番のそのゴングが鳴った瞬間のために、そこに全部ぶつけるから。警察に捕まってる？スピード違反？大丈夫？やだぞ、俺、辰彦とやりたくねえぞ。辰彦とやりたくねえぞ、俺。勘弁してくれよ。陽性反応とかなんか出るなよ。負けても根性が見れる試合もあるから、へたれるなよ。いや、でもね、俺、結局やっぱ負けたらダメだと思うよ。勝負事って俺はそういう風に捉えてる。負けたらクソなんだよ。生きてる価値もないんだよ。でも、勝ったら、勝ってる奴が見たいんだよ。アイテムありがとう。だから、俺は正直勝ち負けとか嫌いで勝負をしない生き方をしてきたけど、生まれて初めて勝負をするんだよ。わかんないよ。俺は基本勝負、誰かと争うの嫌いだから。だから今まで通りだよね。自分のなりたいようになるっていう。いや、ないよ。ミッチー。ないよ。ボクサーとしてはって意味ね。ボクサーとしてはっていうか、まあ、なんつうんだろう。その業界にいて結果を出せなかったらプロじゃないから。配信もそうだと思うよ。僕配信やってるんですって人に言って、閲覧ゼロ。価値はない。配信者としての価値はない。俺はだから閲覧にこだわってきた。トークにこだわってきた。飯は食いたいって、自分でプロを名乗ってるからね。別にアマチュアだったらいいけど。アマチュア、でも俺はアマチュアで僕配信やってますってよく言えるなって思うよ。やってるって言えるのは食えるようになったからって自分に言い聞かせてきたから。あ、そうなの。あなた、ありがとう。俺はそういう風に生きてきた。それは間違ってないと思う。はい、ブロックでーす。見なくて結構でーす。さようなら。いや、さようならでしょ、うん、
ね、いいパンチだったね。あれは効くぜ。あれは練習してきたパンチなのが、あの動画が伝わってくる。あれは練習してきたパンチだよ。あの目と、あの姿勢は。いいよね。これ作った人センスあると思う。ただね、ノイズが入ってんだよね。ちょっとレコードっぽい、あの、針が跳ねる音入れてんの。それいらない。クラシックレコードみたいにしちゃってんの。お、綺麗な音源が欲しい。みゆきさんサウスポーだったの？へぇ、知らんけど。俺でもね、実はね、実はなんだけど、いっぱいそのリスナーさんに言ってないことがあるんだよね。この格闘技に関して。カオさんはどつ？キックの調子。痛いです。多分一発蹴られたらもう倒れます。左足は。言ってないことがあって、それを勝った時に言おうと思ってて、実はっていうの。それを楽しみにしといて。ありがとう、うちゃまるさん。風船ありがとう。頑張ります。整体行きます。あと整体と温泉行こうかなと。あ、ごめん、放送中はごめんね、ミッチ。著作権引っかかると、YouTube の方がバンになっちゃうんだよ。だからもしよかったら、LINE か DM ちょうだい。うん、せごろ、いよいよ明日だね。いよいよ明日だね。今ユニフォーム洗濯してるよ。鉄馬いらっしゃい。いやいや、血湧きに行こう、踊るなんて、そんな、そんな。もう明日死ぬんだっていう感覚だよ。放送外でね、みっち頼むよ。血湧きに行こう、踊るっていう感覚ではなくて、
うん、OK、カオさん。なんだろうね。あ、結婚式の女の子みたいな気持ち。多分それが一番近いと思う。マリッジブルーってやつ。マリッジブルーって言うんだっけ？そんな感じ。はい、いってら。なんかこう、明日私変わるんだみたいな。大丈夫かな私みたいな。わかる。伝わんないかもしれないけど、多分それが一番近いような気がする。ハルさんありがとう。あ、そうなんだ。へえ、DJ だと。あ、オーガナイザーか。イベント主催だから。試合前緊張、うん、どうなんだろうね。どうなんだろう。俺は想像してたのと全然違ってた。その、ボクサーがナーバスになるとか、いや、もちろん俺プロじゃないから、そういう失礼なのはね、ちょっとわかるんだけど、なお前、世界タイトルとかじゃねえんだからっていう。でも、なんか少し気持ちは多分似てるんだと思ってて、なんか初めの一歩とかで読んで、あ、こういう感覚なんだろうなって緊張ってっていうのと全然違った。余計にその格闘漫画とかの試合前の緊張とかが臨場感が出るよね。わかるっていうか、こういうことかって、うん。イライラするってこういうことかとか、夢に出てきてうなされるってこういうことかとか、ああ、ファイターだったの？モロピーさん。いやー、なんかすごい、なんとも言えないですね。ふわふわしてるっていうか。岡田さん、へえ。あ、そうだったんですね。もっと練習するわけじゃん。もっと思いが強いわけじゃん。普通の人は。あの、普通の格闘家？普通のって言い方失礼だけど。ファイターの人はもっとキャリアが長いし、もっと緊張するわけだし、もっと客数が多いわけだから、とんでもないんだろうね。ああ、そうなんですね、うん。すっきりしたいね、早く。ただ、みんな言うのが、勝った時はセックスより気持ちいいよって言うんだよ。もうセックスどころじゃないよって。勝った時はっていうの。それはね、それはどうなんだろうっていうね。うん。でも、勝った方しか味わえないんだよね。面白いことに。俺かテルかどっちかしか味わえない。おはよう。どうなんだろうね。あー、マジか。早めに知りたかったな。頑張るよ。明日は全部出すから。もう帰り道のことは考えないで、とりあえずリングで死んでもいいぐらいの気持ちでやるよ。ダウンを奪った時の感覚がたまらないです。あのね、実はね、辰彦さんに2発ぐらい、その、いっぱいやらせてもらった中で、たった2発しかないんだけど、これかなっていうのは2発ぐらいあった。その手応えみたいなの。手応えないんだよ。どんだけ強く打っても。でもね、顎に入るってこういうことなの。なんかね、みんなイメージしてるのって、ボーンって強いパンチが当たって、ここに衝撃が来るじゃん。要はミットの時みたいな。ああいう感覚だと思ってるけど違うの。こうね、これかっていうのは、なんか俺の感覚だよ。これ合ってるかどうかわかんないんだけど、こう、当たった瞬間抜けるの。こうね、気持ちいいの。こうスコンって抜けるのよ。こう、わかる？当たるの、インパクト、バチンって。だけど、相手がガクンってこう、抜けるんだよ。
それがね、2回ぐらいあったの。それが、こう、なんつうんだろう。パンパンって、これを振り抜いて本気でやって、スピード乗っかってやって、相手が弱ってる時に。それが、もしかしたら倒れるパンチなんじゃないかな、みたいな。この手応えなんじゃないかなっていうのは、あれは気持ちいいよね。なんかこう、スコンって抜けるっていうか、相手がね、カクッ、なんつうんだろう。そう。だからズドンって感じではないんだよ。パチンっていうのかな。スコンが多分一番近いと思うんだけど。こう、ガッガッっていう、その、パカッっていう、ずれるみたいな。ダーッて。あれを試合で味わいたいし、倒してみたい。一回も KO させてないからね、俺、リング。そう、顔が揺れ、そう。これが倒れるパンチなんじゃないかなって思ってるけど、倒してないからわかんないんだよ。答えは出てないけど。だからね、逆に手応えがガンって入った時とかは倒れないってわかる。要は我慢されてるのがわかんの。相手が筋力で。ガチッと受け止めてるから、痛いんだけど受け止められてるから、これ倒れないってわかる。見ろ、お帰り。バチン。こう、それよりもスコーンってこう。左フックでスコーンの時は気持ちよかった。やっぱりスコーンなんすか？この脳を揺らすパンチって。こう、カクンっていうのかな？パパン。こう、カクン。グローブなしなわけないでしょ。いや、面白かった。カラコさんいらっしゃい。グローブあります、あります。結構でっかいグローブっすよ。グローブない競技危ないよ。空手ぐらいだ。空手でも顔面なしだから。うん、コンで。こんな感じ？グローブの大きさ、これが試合当日のグローブです。なんかタイムラグ今日ひどくない？ちょっと10秒後に手を挙げてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13秒長いな、今日。なんだろう。ありがとう。ちょっと長いね。なんかラグってる。ありがとう、みんな。なんだろうね。なんかラグが、ちょっと、倍ぐらいある体感。調子悪いのかな、ふわっちは。回線重い？数合わせありがとう。重い感じはしないか。まあいいか。十何秒だったら、まあ、全然、トークに支障は出ない。俺がペース変えてトーク長めにやればいいだけだから。カクついてはいないと思うよ、多分。設定はね、そんなに重くしてないから、ビットレートって言うんだけど。まあ、適頃で高画質みたいな設定にしてる。じゃあ、俺ちょっとさ、洗濯物、畳んでこようかな。洗濯物を畳むんじゃん。洗濯物してくるから、スパーリングの動画でも流す？スパーリングの動画でも流すかい？うん、頑張れよ。シャーバーありがとう。動画、せっかくだから、まあ動画でも見ててよ。ちょっと、席外すわ。
バカありがとうね。動画流します。動画編集もやりたいな。最近やってない。これか。もしもインターネットがなかったらルート検索はこんな。フィモーラ、アクション。なんだ。はいはい、ありがとう。Change is coming, Danny. Become what you were meant to be. I think I'm in the room.もう今日はもうガチガチやりたくないなと思ったら、それでやると向こうは同じの速さが。うまいね。うまいよな。うまいよ。それと体力が待ってたら俺と遊べてやれな、ちょっと。まあうまいからさ。見てみて。でも練習してるのめちゃくちゃうまいぞ。才能ある。あれだけやっとこう、そのいつもバーって打たれて追い込まれちゃうと下にいちゃうから、後ろに押していいんだから押して回るっていうことだ。それだけやっとけば。準体操終わったら教えて。それだけちょっとスパーリングやる前に。Thank you.
そっち。赤かっこいいっすよね、やっぱ。リーチの入ったら基本離れてるんだけど、これラッシュされたらガーッと一番追い詰められてる。こうなっちゃうと膝とかに膝とか来るから、絶対基本は基本入るの一番。あとこういうところにも入るんだね。こういうところに押し込まれたら、これのこと突き飛ばしてスペース作って投げ入れてもいいし、スペース作ったらすぐに体入れ替えて、とにかくこういう風に詰められるのが一番陣取り合戦だね。半分ここから半分は前の領土で、絶対に相手はこっちに押さなきゃいけない。嫌だったら足使えるから動き早いの回れば、ここに今日はだからプッシング使ってみる。ほんと反則なんだけど、別にいいから見てたら押して隙間作ったりする。あとは多分できるから、こっちに打つんだけど、こっちに逃げるから、同じところにいるから、相手も打ち返してるんだから、お前は打つんだけど、打ったらこっちの人にこういうふうに逃げちゃえば、相手を追っかけてもらうんですよね。多分ナチュラルにやってるよ、何も考えない。なんだけど、光とか、わざわざガーッと来ると、ちょっと困っちゃうから。でも結構危ない。下向くの一番膝が来るからね。押す、押す、もう詰められてます。足で今前蹴りで一番いいんだけど、ガンッと振れるのがいいんだけど、これやったってです。なんだっけ、昨日聞いてたの。昨日枠で、はい、あ、デンプシロールか、はい、デンプシロールって要はさ、はい、下半身が使えないのさ、はい、こういうふうに、はい、でこう入りながら打っていくのがデンプシロール、はい、これだけだと別にデンプシロールじゃないの、はい、打たないの。ウィービングですよね。ウィービングですよね。八の字にかきながら打っていく、はい、だから足を、ね、使えない、はい、ってことは前が全部しろると俺はただ思いっきり大きくする、はい、多分。いや、距離冷たい、冷たくて、で、この辺分かるんですよ、うん、だけど、この辺だと V で見たらこういうなんか打ち方になってたんで、だからショートだから短い時は、はいはい、なぜアッパーを打つかっていうと届かないから、はい、手を折り曲げてショートで、はい、もうやんないとできない。相手打ってくるから、はい、体を固めてインパイトする。もうこの辺で蹴れるもんなんですか。蹴れない。だからもう一かなと思って。まあ細かいのあるよ、はい、この位置から膝から、はい、でもそんなの無理、はい、筋的にもあったし、今日思いっきり詰めて、うん、はい、はい、青山もね、想定して、はい、そうですね。でまあ実際入んないね、ショートって難しいからですよね。でも出してるとガンガンってちっちゃいんで、なんかあの僕腕有利だと思ったんですよ、リーチが、うん、でもこの前のステップインとか被ってるじゃないですか。
だから、あの距離。いや、向こうのリーチ長いです。いや、僕の方が長いと思います。いや、あいつの使い方は長い距離使えるから。まだ長いけどね。あとはだから、捕まえちゃうんですよ。気をつけて。こういうアウトボクシー嫌だったら、とにかく何かで入っていって、こっちのね、2の方です。これは、こうされちゃうとちょっとできる。こっちだね。はい。で、ここで固めて。はい。でも組んだらすぐ膝入るから、はい、それもやんないと当日ぶっつけていってこうガーッていって捕まえてってやったら、はい、その間がぐらぐらいっちゃうちょっと低いな、ちょっと低いか、蹴りもパンチも、はい、セオリーっていうかジムで教えてるのは大体4割でいいって言われてる。力はですか、うん、その代わり、はい、蹴りだったら、はい、ここから先をブランってして、はい、サッカーの小蹴りなんですね、はい、ここから先パンパンしてるんです。もう力なんて入れないで、はい、ここからスッと先走らせるパンって鮫島さんが蹴らせろって言って、うん、反射でこうやってやっちゃったら痛くなっちゃう、真っ黒になっちゃいました。あ、多分折れてます。いや折れてはいないと思ってる。悶絶してました。だからこの前のこうやんとこからこの前ぐらい、はい、落ち着いてやれるかどうかで何なんだろう。最後のラウンドいいと思う、倒されてもいいから、はい、前みたいに吠えて、はい、一回いいんだけど、はい、10ラウンドに相手にじゃなくて会場に登れないと、はい、ガーッて周りにいけいけって言われて、はい、ライトもね、スパッと座って、もう石川とか TJ とかすぐそこにいるんだから。ネットでやった方がいいよ。花道から自分の方がかけて入っていってコーナーで、あ、自分のコーナーで待って、和田さんに呼ばれたらコーナーに行って、で一回コーナーに戻ってって言われて、こっからカンってなった時に何やるかってもう頭で決めておかないと、はい、もう向こうが何をしてきてもそれを全部見たし、向こうもジャンピングに来るかもしれない、はい、その時にわってなったらもう向こうのモンツボだから、そういうことしてくる人は多分あいつもやってくると思う、ね、雅と。そうっすね。要するに当たっても当たらなくてもペースが取れると思ってる。その時に簡単なジャンプを見てれば別に受けないわ、はい、そしたら向こうのダメージを。そうっすね。逆にお前はもう一発ジャンピングになり、もうただの体当たりで走ってドバーッと走って目がしたいんだって言われたっていいから、例えばこういうのレイヤーも出して、ロックワークをやるとかさ、
もう、あれする。手も足と一緒で、こういうのが見えない。え、当たる瞬間だけも見えない。そうそう、力は入れない。自分で見ると分かるけど、こうなってる。そうすると、バイザー簡単になってるから、ああいったところを、だここでもいいから、顎は隠してる。逆に立ち込みも、顎さえ引いておけば、結構激しくなって、人は倒れないんだよ。毎日も、ね、顔が歌ってないで練習しようって前だねって言われてる中で歌っちゃったら美味しいって言ったって一番美味しい。うまいですね。もう今日の夢、マイク・タイソンと戦ってるんですよ。で、なんか超満員でインド人のグループがあって、なんかそこでお前ちょっとタイソンの試合やる前にちょっとパフォーマンスしてるってなんかわけわかんない、全部格闘技からの夢なんですよ。力抜いてる時一番面白いのなんか企画でやってやるってやつよりまあだいぶ雑談してるよ、面白い。まあ、そんなもんね。まあ、ある意味一番嫌な相手だな、練習してないし。この前2時間やってて、坂本さんと沢次郎さんと。沢次郎のカメラが割りすぎて、なんだわざとなのかもしれないけど。あ、そう。いや、多分あれは素人とかいうの。なんか他の人映したくなかったし、なんか全然あるめなの。あとこの時間に起きる癖つけるから、多分7時とか8時で試合。7時会場だからね。2時集合とかではなんですか？知らないけど、お客さんは7時、7時開演ね。そうですね。だから7時半とか8時だから試合。いやー、やったなぁ。テスです。はい、ただいま。よし。どうも。ただいま。うん。とりあえずコインランドリーにぶち込んできたわ。え、ボンちゃんわざつーいらっしゃい。楽しんでてい。
おい、トシアンいらっしゃい、ワドツ。出るよ出る出る、登録選手だもん。そうかな、早起きかな、どうだろう。え、行けたらチケット持ってんの、安彦さん。チケット持ってないと入れないよ。いやいや、ネタネタ全然。あの、見え見えの台本じゃん。その日に暴露してるよ。仕事がやばい。でもまあね、あの、後半来てくれたら飲み会とかもあるだろうし、ぜひ来てもらいたいですね。ポスター、どこに映ってるってどういうこと？どこに？日本語がわかんないな。あ、ドレさん？ドレさん映ってるよ。ここの、パルパルの横、俺の真上だね。ど真ん中の真上。ドルさんいる。真ん中にいるじゃん。真ん中。真ん中に映ってるじゃん、俺。リングって、ファーストリングのリンのところ。バエさんはね、どっちに転んでも面白いっていう稀有な人だよね。バエさんはすごいよ。出ようが出まいが、勝とうが負けようが、もうバエさんを見に来るんだから、すごいよ。
こんにちは。またツイッターで遊んでんの、あの人。本当に金馬エさん。大丈夫かよ。アイテムありがとう。捨て頃辞退します。怖くなりました。ベッドさんに50万払う旨も伝えました。応援してくれた皆さんが申し訳ありませんでした。マジかこの人、すげえな。マジか。ちょっと待ってね、笑うわこんなの。マジ本気のやつ。あ、お疲れ様です金梅さん。マジか。いやー大変だったね。いや頑張った、金梅さん。頑張った頑張った頑張った。いや金梅さん頑張ったよ。俺はね何も言わない。もう金梅さんには何も言わない。金梅さんはよく頑張ったよね。え、俺はよくここまで頑張ったと思う。なんもない銀梅さんには。ナイスファイト、ナイスファイト銀梅さん。感動だよね、感動。何もないですよ、言うことは何もない。捨て頃辞退します。18分前だね。怖くなりました。ベンジョさんに50万払う旨も伝えました。応援してくれた皆さん申し訳ありませんでした。いやー、いい試合だった、うん。これ俺がやったら炎上するよね。そう。許されるか許されないかなんだよ。俺がやったら間違いなく大炎上するんだよ。ぶっ叩かれるんだよ。俺、ばあやさんだからね。で、そのツイートも見てみようかな。せっかくだからね。これは結構確かな情報なのか。うん。それはなかろう。笑う。うん。などと申しております。なるほど、シベリア送りだ。セブンさんを油断させる戦法かな。夜には撤回だろうな。うん。捨て頃を辞退してまで俺と決着をつけるんだな。予定より早めに体が仕上がったぞ。やろうぜ。すげえ体だな。無観客試合、無制限で、どちらが宿場でになるまでさ。うん。どんだけ構ってもらいたいんだよ。50万円分割で月に1円払ったら一括は書いてなかったでしょ。嘘つくな。うん、I don't like, んリわかんない。うん。わかりづらい、うん。まあみんなね、みんな嘘だって。はいはいっていう状態だね。いや面白いね金梅さんね、さすがだわ、さすがの、レスも乗っかってるのかマジなのかようわからん、いやリプ戦、リプが面白い。プロリスナーがいるところはリプが冴えてる。逃げたね。あ、ありがとう暗黒さん、ありがとう。行きてえな。ハートありがとう。明日だよ。明日だよ明日。いよいよ。頑張るよ。ありがとう。頑張ります。え、金梅さん？
金橋さん載ってるよ、ポスター載ってるじゃん、インターネット配信者格闘技のところ銀色で右上の方にインターネット配信者格闘技祭の闘技のところにいるの金橋さん、ポスター載ってるよ、いや闘技のところに載ってるって、いや金橋さん乗らないわけないでしょ、頑張るよピッピー、ありがとう、見えるでしょ、乗ってますよ、ステゴロのこの一般販売のチケットにさ、あのそうセンターにしてもらえたし、名前も入ってるんだよ、ほらセブンイレブンのチケットにここに和道って入ってるの、俺の対戦相手その他なんだよ、他なんだよ、他踊る弁当太郎、ポンスキー、鹿野龍、TJ、金梅、三杯目光、セブン、和道、桃七、他他だから、他、俺の対戦相手、他、ありがとうございます、流血さんありがとうございます、いや嬉しいよ、雑誌にも載ったしね、そうだよ、テレチャンピオンはもうその他だから、他だから、他、今日何食おっかな、今日何食おっかな、洗濯終わったら汗流そうか、どうしようかな、今日銭湯休みだから、スパかなんか行こうかな、ありがとう、幕張メッセで PSO2 感謝祭行ってくる、うーん PSO2 感謝祭、ステゴロ応援トツマチでもやろうか、じゃあどう、ステゴロ応援トツマチやらない、いろんな人から、うん、どう、面白くないそれ、ステゴロ応援トツマチ、賛成反対どっち、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう